これもずれるんだけど、サイドハーフをできれば戻すんだけど、あそこ最初から行かない方がいい。俺がヘルプに絶対に近くに行ったら、で近くに行った時にちょっとずつあの、まあ、出てくるか、少しこうあの構えるじゃない。同数だったら今俺から声かかったらいい。だけどない時とかちょっとああやばいなと思う時はちょっと構える感じで戻れって時間を作るみたいなのイメージの方がいい。サッカーやんないと。はい。あれ運ばなくて。あ、そうだ。初心に戻って。力入れてないパターンのやつ。3年生の力入れてないやつ。ちょっと重くなっちゃった。回った方がいいんやね。ありがとうございました。よっしゃ。実際一緒にやらせてもらって、それぞれの個性もあったし、このグラウンドね、ピッチコンディションだから、ちょっと難しさもあったけど、その中でもね、技術が卓越したものがあったけど、でも正直ここで何ができるかだから、いい練習できてるだけじゃ上手くならないし、その上にも行けないし、もしも上目指すんだったらこの中で何を残せるかだから、ディフェンダーだったら1対1とか、ヘディングで負けないとか、ロングフィードとか、ミッドフィルダーだったら自分が奪ったとこで奪われないでこうパスをさばくとか、このいいプレッシャーの中で何ができるかだから、本当あのいい練習あのできてると思いましたから、あのみんな九州新人もね、あの優勝したってことで、まあ、全国的にも注目されると思うので、今度はね、もうさらなる、もう全国でも、国見高校が輝いてくれれば、個人的にも嬉しいので、本日は本当にありがとうございました。気つけ、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、元プロということで、やはり、守備ラインのコントロールがとても上手で、何も、良くてなかったです。ありがとうございました。100点です。ただやっぱトレーニングをやるんじゃなくて、今日本当にみんなが何か、例えば那須さんから吸収してやろうとか、こう何を言ってるのかなとか、もっとやっぱギラついたギラギラしたものをやっぱ出してこないと、こういう機会ないんよ本当に。何かをやっぱ自分が掴んでやろうとか、今日何かを爪痕自分が残すぞとか、でもしここで本当にいいプレーして那須さんからおこいつ誰なったら、そこから例えば J リーグのスカウトであったりとか、いろんな人とつながって自分が上に行けるかもしれないんだぞとか、そこまでやっぱ想像すると、本当に今日の練習の中でこいつって思われる選手がいたのかな。そういうチャンスっていうのは常に日常に転がってるわけじゃなくて、今日本当にこの1日しかないわけ。どれぐらいみんながそこのトレーニングに対して今日の1日を大事にしてやったのかっていうところになると思う。だからそういう意味ではまだまだやっぱり本当にギラつき感っていうか、何かやってやろう自分がっていう、それは常に準備しておかないといきなりできるもんじゃない。今日一日だけじゃなくて、やっぱ日々の積み重ねなんで、日々そういうことをやっぱ常に考えながらトレーニングをしてるかどうかっていう、本当に今日の練習で全国で勝てるのっていうところになってくるんじゃない。どうやった代表の合宿は。バチバチです。バチバチだよね。バチバチあるこのグラウンドの中にっていうのを、やっぱりお前発信していかないといけない。何のためにじゃ代表行ったのっていうところになってくるわけ。それを伝えないと彼らに。そこをやっぱりみんなが理解してトレーニングして、さらに良くなっていくっていうところが大事だと思うので、もっと上げていきましょう。本当にみんながもっともっとやっぱやっていかないと。気をつけ。はい。ありがとうございました。気をつけ。はい。ありがとうございました。よし。ありがとうございました。監督的には今どう見てるんですか、今の国見高校っていうか。チームとしては全国でこう活躍できる選手だったり、うん、去年あのコンサドーレに一人、あ、そうですね、中島、はい、海花選手、はい、やっぱり国見を経由して、例えばプロであったり、うん、大学であったり、うん、上のカテゴリーで結果を出していけるような選手作りっていうのと、うん、やっぱりチームが強くなっていく、両方やっぱ大事だと思っているんですけど、全国のトップトップの選手と全て足りないというのを本当に感じたので、個の質であったり基本のレベルがやっぱりまだまだ足りてないな、彼らがどれぐらいそういうのを感じたのかなっていうのを、自分たちからどんどん発信して何かをやろうっていうのはまだまだこう足りないので、まだまだと言いながら、やっぱり九州新人やっぱ取ったり、
そのたまたまでやっぱり僕は取れないと思うんでまだまだその球児監督的には足りないっていうかもしれないですけど、でも選手たちには多分少なからず伝わってる部分あるなっていうのを感じましたし、何かこうきっかけがあれば多分もっとこう活発に声もそうですし、何かっていうのかなっていうのはすごく感じたので、本当に貴重な機会、本当ありがとうございました。